僕、もっと強くなりたいです。近藤優役、蒼井翔太と。僕はベストを尽くす、それだけです。小芝雷佳役、小笠原仁のカードファイトヴァンガード、ミルドレスシーズン2対談動画、イエーイ。ということで、対談でございます。まあ、もう見てください。こちらデッキです、今回の。デッキという名のトークテーマ。これがね、トークテーマなんですけれども、これをドライブチェック、めくっていって、出たトークテーマで投稿していくという企画になります。はい。さあ、続いてはまた回ってきたぞ。はい、僕のターン、ドライブチェック。あー、見え見え見え。見え見え、裏もかっこいいけどね、ヴァンガード。西田って反対なんだから。そっかそっか、うん、こっちだ。あ、見えた。こんな悠々、こんなライカの格好を見てみたい。はぁ、なるほど。あ、まあ、10月、うん、ハロウィンの時とかにも、ラジドレでもね、うん、紹介させていただきましたけれども、仮装した、ゆうゆう、ライカ、みちる、うららのイラスト出たりしましたけれども、うん、そういうことですよね。そういうこと。あれ、ものっそいかっこよかったし、ものっそい可愛かったんだよね。可愛かった。ゆうゆうのイラストの、これ技ありだなって思ったポイントは、10月、うん、秋のシーズン、ハロウィン、はい、で、みんなこう、吸血鬼になったり、狼男になったり、魔女っ子になったりしたじゃないですか。ゆうゆうもこう、ローブ着て、短パンのとこで。短パンでしょ、やっぱり。あれ天才でしたね。可愛い子には肌を出させろっていう。間違いないですね。ゆうゆうはね、またこうちょっとこうフードがね、ちょっとトリクスターイメージした感じね。そう、可愛かった、うん、かまああんな感じで、まあ仮装じゃなくても全然いいわけじゃないですか。そうね、僕はライカに、うん、まあ結構そのおふざけとかじゃなくて、もうシンプルに着てほしい感じの服が、なんだなんだ、そうがあって、うん、彼は今のところ制服しか着てないから、そうね、そう、うんうん、まあ私服の感じ見てみたいと思ったんですけど、うん、まあ私服は遠からず見られるでしょうという希望的観測を持って、ちょっと恵まれた容姿を生かしてモデルチックなことをしてほしいんですよ。だから僕は幼児マモトとか、ああいう黒系ゆったりモード系の服を彼にメガネ取ってオールバックで着てほしい。オールバック、髪型違うのいいね。髪型は変えるでしょうよ。髪型オールバック見てみたいな。オールバック似合いますよ彼は。多分まだあどけなさありますよ顔立ちには。ただ、うん、やっぱりあれだけ整ってたらもう今からもう似合っちゃう。ライカしてほしい。お、なんだろう。あるわ。何ですか。あれちょっと。え？大丈夫かな。大丈夫ですか。ちょっと今回の動画のレベルに R 書いてください。うん、Z とか。かわいい服着てほしいんだよ。かわいい服。そう。どっち方面。かわいい服とかっこいい服があるわ。はいはい、どっちもなんかスポーツ用なんだけど。え、まあ、体操着。体操着スポーツ用って言うと、ね、ないかってこう、ゼッケンが裏いから。あと赤帽子か、白帽子こう被るみたいな。はいはいはい。大丈夫かこれ。いやいや、いいんじゃないですか。あと、ちなみにそれは、うん、幼少期の海藻ライカーの方が今のライカーどっちですか。うーわ、結構これ、深淵じゃないですか、この通り。いやもう、海藻ライカーめっちゃ可愛かったじゃん。可愛かった。ちょっと着てみてほしいよね。まあ、一旦。うん。一旦着てほしい。一旦着てほしい。もう、あとはね、スポーツとかしてると、絶対にちょっと、はい、なんか、まだスポーツしてる姿とか見てないじゃないか。確かに。そう、だからちょっとギャップを、求めて、ちょっとバスケットボール。あ、バスケ？バスケ衣装。うわー。バスケユニフォー。バスケはね、僕バスケやってたんですけど。まあ、大会のユニフォームとか、まあ、あるわけですよ、作ってね、チームで。あれ結構、今考えるとギリギリの服っすよ。マジで。マジ？あれだいぶギリギリですよ。マジ？まあ、このタンクトップみたいなやつやんか。そう。ここのえぐり方半端ないよね、これ。長すぎ、ここ。あ、そう、あばらめっちゃ見えるもんね。超見えるんですから。
ライカちょっと来たら女の子たちは見たいでしょ、何指さして。いや、いいかも ね見たいでしょうよ。だってそれによって、それを着ることによって、うん、あのライカの、あの固く閉ざされた制服の下が、うん、ちょっともう細いのか、うん、意外とちゃんとあるのかとかが分かるわけです。筋がね、こうあるのか、筋肉の筋がね、どっち。おー、いいじゃん。これ好みの問題になってくるけど。そうだね、見えなかったところが見えるっていう、ちょっとこうドキドキ感あるよね、絶対ね。でもなんか、あのシーズン1でも最後なんかライカ走り込みしてたんですよ、うん、あ、そう、うん、あれヒントっす。意外とちゃんとしてる。あるかも、あるのかもしれない。あるかも。ゆうゆうか、ゆうゆう。あのね、ゆうゆうはやっぱりどん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 成長してるじゃん。で、なかなかさ、アニメ的にはさ、うんうん、まあ何歳から何歳まで結構大幅にこう成長するなんか機会ってなかなかないんだけど、あんまりないですよね。そう、でもきっと、まあ、僕たち同様にね、やっぱ彼らは生きてますから、何年かすると成人迎えるんだろうな。成人迎えた、迎える日を夢見て、ちょっと先取って袴とかさ、うわー、そう、ちょっと写真スタジオに撮りに行っちゃうみたいな。うわ、泣けるね。いや、ちょっと親すぎる。そうそう。視点が。だから、まあ別にその成人式の袴じゃなくても、お正月とかさ。ああ。そう、だから、それゆうゆうだけじゃなくて、みんなお正月のさ、振り袖。確かに。袴とかいけそうだよね。映えそう。あ、ってことは、こう、一年のイベントごとで一回、いっぱいできるね。確かに。まあそれこそクリスマスとかも、ああ節分。あ、鬼グループと福グループで分かれて。いいなぁ。どっちだろう、ライカ。ライカは鬼なんじゃないですか。おぉ。もしくはもうその輪に参加してないか。あ、なるほどね。マネルさんがいたら参加するんですよ。じゃあ、あ、ねえ、ライカ、ゆえのあれなんだけど、ライカさ、あの、神社でさ、働くミックさんの。うわぁ、めっちゃ似合うでしょ、それ。これ、あと何分結構話せます。もうちょい話しますよ。ニコさん衣装いいんじゃない？男性ってあれなんか、水色じゃなかったっけ？あ、水色なんだ。水色履くんですよね、確か。そうね。うわ、そう、なんかこういう風に振ってるような、絶対合うと思う。なんならゆいよも似合いそうですし。あ、いいね。ゆいは赤だろうな。ゆい赤だろうな。うん、で僕、ゆいよに、着てほしい服あるんですよ。なんだ？あのオーバードレスの時って言われたら、うん、あの話変わるんですけど、うん、あの今って結構、まあさっきあのサシが言ってたみたいに、うん、かっこよくなったじゃないですか、割と、うんうんうん、あのユウユに、僕ちょっとユウユってサマー属性あるなって思うし、サマー属性、なんなら海も似合うなって思うんですよ。本人はなんかあのわあ泳ぐの大変みたいなのかもしれないけど、うんうん、ってなった時に、あのまず水着着てほしい、海パン履いてほしいな、あー可愛いね。で、あのライフセーバーさんとか、まあ普通の人たちも水着でよく着るけど、うん、ラッシュガード、うん、あの海用のパーカーみたいなやつ、うんうんうん、で、まあもうサンバイザーもあってもなくてもいいけど、サンバイザーもあっていいね、ちょっとそれでラフにでも男の子らしいかっこよさの水着ゆうゆう、うん、これいかがですか。いいじゃないですか。おお、これでちょっと水しぶきバーってやって、トリクスタボード、トリクスタボード、うん、トリクスタ浮きは分かんないけど、いやでもそこまで行ったらサーフボードじゃないですか、うん、ああいいね、もういいね、そこまで行くんだったらかっこよさ行き切ってほしいです、ね、そうね、そうね、でも乗れないであってほしい、ああかわいい、わーってなってる その瞬間、そう、 SS レアみたいな、うわーいいわーって落ちそうになる、めっちゃいいな。次のトリクスタのなんかカードあったらそのイラストにして。じゃあもうみんなでもブラックアウトのチームみんなとライカも含めてみんな含めてリゾート行けばいいね、リゾート。完璧だ。決まった。決まった。まあ、来年の夏か。すごいな。いや、シーズン2の脚本今からちょっとあの、そうだね。いじってもらって。そうだね。8話とか9話あたりで一旦リゾート行ってもらっていいですか。いいかもいいかも。うん。ちょっと話はつきませんが。つきます。ということで、カードファイト、ヴァンガード、ウィルドレス、シーズン2は、テレビ愛知、テレビ東京系にて、2023年1月14日、土曜日、朝8時より放送しております。みんな、見てねー。